ょうどこう平行になるような感じにしてここを滑らしていきます。そうすることで、まあ安定してハイチューブ TV、まあもう一回入れてるんでちょっとある程度伸びてます。こんにちは、札幌占い病院サイマーシの後藤です。今回は結構癖がですね、結構癖の方が根元から結構細かくですね、出てるモデルさんなんですけれども、そちらのモデルさんの結構短い、これぐらいの長さの矯正なんで。これは伸びのこのアイロンがギリ入るか入んないかぐらいの感じです。で結構もつれたりとかしてる毛をどういう風に対策していくかっていう部分と、まあ、今2回目のアイロン入れてるんですけど1回だとちょっと伸ばしきれなかったんですね。で薬は、システアミンちょっと使ってるんですけど基本的には GMT とスピアですね、こちらの方でやっております。あと血をグリセリンですね。で薬は結構弱いと思うんですけど、アイロンでちょっと伸ばしていこうと思います。で、最初は、180に常に設定できるように185度ぐらいにしてやってました。で今200度に上げて2回目のアイロン入れるんですけど、2回目のアイロン入れる目的としては1回じゃ多分伸びきんないんで、毛先の方までちょっと綺麗に今整えてるような感じです。はい、グローブでやっぱりこうテンションかけて、でこう横にこうやるんですよね。で、テンションかけて5ミリスライスで横にやることによって、ちょっと伸びやすくなります。で横になる理由としてはなぜかっていうと、髪の毛がこうあったら、髪の毛の毛先にアイロンを常に入れちゃうと毛先ビビってしまうんで、例えば中間を3秒、毛先を 1.5 秒ぐらいにしてます。じゃないと毛先まで まとめて3秒でやってしまうと毛先がビビっちゃって馴染みが悪くなっちゃうんで、中間のところをですね、この伸びのアイロンで、まあ、ずらしながらなんで3秒ちょっとぐらい置いてますけど、で先っちょは 1.5 秒ぐらいにしてます。はい、まあ、もう1回入れてるんでちょっとある程度伸びてはいるんですけど、こういうとこもちょっと伸びてないところは横にこうバイオリン弾くような感じで、やります。で結構横にやった後に今度縦に振るんですよね。そうすることによって、毛髪がアイロンの中でずれてくれるんで、結構綺麗に熱が入ります。まず短いところを毛先入れないようにして少し横にプレスします。それから、上下ですね、上下運動で若干このアイロンの中の毛をずらしていって少し R を描きながら作っていくとやりやすいですね。バイオリンみたく横にやってそれから、少し上下させながら少し若干の R ですね。これあんまり R 入れすぎると癖出ちゃう場合があるんで気をつけてください。この短いところはアイロンみたいな、アイロンじゃないバイオリンみたいな感じにしてこうやっていきます。で2回目のアイロンなんでちょっと毛先の処理がちょっとまだ甘かったなって気がしたので、ちょっとフォームを使っていきますね。ちょっとツインブラシもね、長さ的にちょっと使えなそうなんで、すごい小さいツインブラシ使わないとダメなんで、まあ、ちょっとフォームで整えていくような感じですね。で上下運動しながら毛先をちょっと収めていきます。横に流して縦に振るっていうような感じが、まあ、僕のやり方なんですけど、まあ良ければやってみてください。横にやってから今度縦ですね。
まあ、動画見てるだけだとちょっと分かんないと思うんで、もし、必要な方は、ご連絡していただければと思います。横にやってから縦ですね。180度の、アイロンが例えば180度だとしても180度が当たってないんですよね、実は。なんで、結構じっくり熱当てるにはやっぱ3秒ぐらい止める必要がありますね。ただ毛先3秒止めちゃうとちょっと危険なんで、毛先は外していただいて中間3秒ぐらい止めた方がいいです。実際わかんないですけど、多分マイナス20度ぐらいの温度しか髪の毛感じてないので、まあ、180だったら160ぐらいでやってる感じなのかなっていうおよその感じなんですけど、ただ200まであるアイロンの方が、まあ、僕はいいかなと思います。180だと今これ200でやってるんですけど、最後の方はこれ前処理、あ、前処理じゃない、中間処理の方でも、ケラチン、結構原液の濃いやつ使ってますし、あとは、ちょっとやり方は言えないですけど、ヘナ矯正なんですよね。一応今年からやろうと思ってるヘナ矯正もちょっと入れてるんで、かける前よりも質感が上げるのが目的で、かけた方がちょっとサラサラになるような感じをちょっとやってみたいなと思ってます。でヘナ矯正のポイントとしては、結構当たった時、アイロンを当てた時に飽きたなっていうのがちょっと分かるんですよね。それが結構僕は好きですね。横にやってるんで、ちょっと今は、横にはしてません。毛先中心にちょっとやってる感じです。でこうアイロン当てた時に、あ、これいったなっていうのは大体もう経験でわかると思うので、いってない時って、あ、ダメだなっていうのはもうすでにこのアイロンの時点で皆さんわかるとは思うんですけど、まずちょっと短い髪の矯正本当難しいので、特にこれ耳周りとかって本当多分めちゃくちゃ難しいはずなんですよ。こういう時グローブないともうちょっとできないんで、耳を押さえてこういう細かいところを、指をどういう風にやるかっていうと、人差し指と親指で毛髪を押さえて、あとの指で耳を押さえます。でその状態で横に動かします。いいですか。でこの時に肉が引っ張られてるんで、そこにアイロン絶対当てないようにしてください。で、この時に人差し指のグローブの上をアイロンが動いてるような感じです。でこの時も毛先の方を入れすぎちゃうとビビっちゃうので、毛先入れないようにして、このように、指 と頭皮の角度をちょうどこう平行になるような感じにして、ここを滑らしていきます。そうすることで、まあ、安定したストロークができるんで、お客さんの、まあ、
でここも、耳危険なんで耳のところを、ちょっと耳を押さえながらやっていきます。まあ200なんで結構ちょっと熱いんですけどね。で、あまり短いところはもうずらしたりもできないんで、ちょっともうプレスしかないんで、3秒プレスでちょっと伸ばしていきます。3秒以上は置かないでください。これも動かせないんで、ちょっと短いんですよね。5センチぐらいしかないんで。なんかこの当たった時のツヤで、ああだいたいこれ伸びるなとかっていうのが皆さん大体分かるようになってくると思うので。で特にあのこの今日やってるようなやつは、あの中間処理のトリートメント剤を、アイロン入れてガラス化することによって毛髪に残りますので、逆にこのアイロン入れることがトリートメント工程の一つにもなると思うので、今は矯正やってるよりはトリートメントの工程をやってるような感覚ですね。なので、結構トリートメント感覚ですね。なんで同時進行で無駄なくトリートメントもでき、アイロンも入れれるっていうような感じです。例えばどうしてもちょっと心配な場合は、こういう段階の時にネープだけちょっとあのちょっと逃げ切り少しつけてみたりして、どのぐらい伸びるかっていうのを確認してもいいかもしれないですね。一部分だけ。そうしないと実際どうなのかがちょっとわからないんで。で前髪とか産毛の部分は結構特にちょっと慎重にいくんですけど、絶対止めないで、止めちゃうと結構そこに熱こもってしまってビビりそうなんで、結構毛髪が本当に弱いと思っていただいた方がいいと思います。前髪の指1本分のところとかは、ずらすことによって熱がこう半減するんで、ちょっとこういう風に動かしながらやった方がいいです。で毛先は本当に気をつけないとビビっちゃうんで、毛先はスルーですね。ほぼ。この辺は顔周りじゃないのでちょっと止めます。結構簡単そうに見えるんですけど、結構奥が深くて、まあいろいろちょっとテクニックが必要かと思いますね。本当結構中間処理僕は大切だと思うんで、中間処理何使うかで結構変わってくると思うんですよね。なんで、
まあ、ヘナ矯正とか気になる方はちょっと僕の方を訪ねてきていただければできます。このような感じでアイロン入れていきますね。